どうもおだんじゃというわけで本日はこちら阿佐ヶ谷駅から徒歩3、4分いつものねじ式さんにやってまいりました。というわけで本日スペシャルゲストお迎えしておりますこの方です。かまーんどうもーラーメンって丼に入ってるよね。でおなじみでよさくところでいや当たり前だね。というわけでね、はい、サッカー YouTuber としておなじみ、はい、レオザフットボールさん、はい、お越しいただきましたけれども、実はね元芸人さんで、はい、私の後輩でもあるということでね、はい、ちょっとこう先輩の威厳を利用してちょっとさあの動画撮ろうぜなんつって、まあ俺全然そんなサッカー詳しくないんだけども頑張ってるやつ大好物だから大好物頑張ってるやつに入れていただけたってこと、うん、いやもう頑張ってるじゃんすごい。あのワールドカップの時なんかさもう急上昇にいっぱい動画載ってたし、いやワールドカップのおかげですよ。頑張ってるやつって言ってたけど、はい、結局は、はい、売れてるやつ好きなんだよ。いや汚ねえのかって言っちゃった。思ってても言わない方がいいやつですよ。あそうですか、はい、まあそんなレオ君をお迎えして私一押しの、はい、こちらネジ式ネジ式はい、こうがっつり系のねラーメンをね、はい、一緒に食べようではないかということなんですけれども、楽しみにしてきました。どうですか、はい、ラーメンラーメン好きです。ラーメン好きですか。僕二郎系とか家系好きで、あ本当、あのスープ飛んでも服大丈夫なように真っ黒に着たんで、はい、本当だね。そうなんですよ。ちょっと暑いんですけど、うん、でもスープの方を気にして着たぐらいの、なるほど、はい、ラーメンコーデなんで今日。あそうなんだ、はい、じゃあね、じゃあ結構ガッツリ系っていうことで、はい、フォーメーションで言ったら 1,2,5 ぐらいの合計8人でやったんですけど2人退場したんですか。そんなねメニューをいただこうではないかと。そうですね、もうガンガン麺にプレスかけに行きましょう。それでは今日も張り切ってどうでしょう。さあ今回も懲りずにやってまいりました。 IKEA さんの動画の時にも申し上げましたけれども、こちらお店を紹介する動画使い回しじゃないっていうのをねご理解いただけたらななんて思っております。果たしてどんな混ぜそばなんでしょうか。それでは現場の竹中さん。はい、こちら現場の竹中です。皆さんところです。というわけでこちらがいつもの混ぜそばに味玉トッピング。はい、というわけでいかがですかこの見た目。見た目で言ったらこれ丼がバルセロナと一緒ですよね。メッシとこのスアレスのこのツートップのところにスタマっていうコーチニョのアクセントがついて、でそれっぽにどんな働きをするかわからないこのデンベレ的な選手がいて、それを全部つなぐブスケツで、その土台にはカンテラという組織があるんですよ。面という名のカンテラが。わかりやすく、いや全然わかんない全部サッカーで戦われてわかんないけど、クロアチアのような関東を期待して食べたいと思います。今回のワールドカップ、はい、それでは早速いただきましょう。行きましょう。でも混ぜそばなんで、はい、こうねガッツリ混ぜちゃいただきます。説明してたの。混ぜそばってもう先に混ぜないでプレーン行った後混ぜてみたいなないですか。うん、食べ方は人それぞれあっていいけど麺だけの味を楽しみたかった。今のサッカーってやっぱりいろんな戦術があって、うん、プラン A、プラン B、プラン C がないといけないんですよ。ただこれだともうプラン C だけ、これ西のジャパンと一緒。いやまあさっさと食えよ。はい、いただきます。僕も混ぜたいと思います。選手もうこうやっていろいろ入れ替わりみたいなあったりするわけじゃん。右サイドにいたのと思ったら、はい、あれ左サイドに行くみたいな、デブライネみたいな。すごい全部打ち返してくれる。ありがたい。こういうことだよね。麺も、うん、麺も混ぜて、ね、あじゃあこれは混ぜそば界のデブライネなわけですか。リベロっていうの自由な。そうそう、最近の戦術だとないですからね。あ本当、もしかしたらこうベッケンバウアーを思い出させて。いや全部例えて食べて右サイドから行きたい。それは画面だと左サイドですけど、右サイド、はい、このさ、がっつり系のもしかしたらジャンクすぎて、はい、健康には良くないかもしんないけど、はい、こんなうまさ、これまさに、はい、スローインするときに足が上がっちゃうっていう感じだよね、はい、スローってじゃあダメってことだね。反則級のうまさ、反則級のうまさ。日本だと反則を結構食らいますけど、海外緩いんで、はい、なるとこれワールドクラスのラーメンかもしれない。全部言ってくれる、ありがたい。
一見こってりに思われがちなんですけれども、うん、もう一口もう一口でどんどん行きたくなるような殻だけじゃない機能性があるというか、うん、ナインボラみたいな。タトゥーめっちゃ入ってるからただの悪者に思われがちですけど、うん、ちゃんと与えられた仕事こなしますよみたいな、まあ、そんな感じか。ナインボラワールドカップ選ばれてないんでよくわかんないんだよでも本当にただ濃いだけじゃなくてなんか甘さも感じられて、はい、背脂とか脂身の甘さだと思うんだけど、はい、だから、はい、なんかあのムバッペってワールドカップで話題になったりした、うん、あの選手スピードスピード言われるんですけど、うん、頭もめっちゃいいんですよ。相手を防げない場所にいるみたいな、うんうん、そういうなんていうんですかね、多機能性を感じますね全部例えてくれるから、うん、いや、まあ、全然その普通に食っていい感じであの早送りにするから。ワールドカップの NHK アプリも、うん、ダゾーンとか30秒しかスキップできないんですけど、うん、あの NHK のアプリ10秒もスキップとか、うん、それによってこうスローインとかちょっと空いた時間どんどん進められるんで、うん、それによって試合見やすいみたいな早送り大事ですよ、ね、全部返してくれるそうですね。それも竹永さんがポグバみたいなパスくれるからいや全部言ってくれる。もういいんだよ今も早送りになってるキュッキュッキュッってなってる、はい、というわけで大体ね半分ぐらい食べたところで私おすすめしてるのがこちら、はい、キツネキツネかい、これでいいんすかたまにはこういうねトリッキーなプレーも必要かな。確かにやっぱネイマールも軸足の裏でトラップするとき調子いいみたいなありますから機能性だけじゃなくてエンターテインメントが大事ありがたい。じゃあね、はい、混ぜそばと一緒におにぎりを食べるっていうのをおすすめしてるんですけど、いいんすかこんなして。そうなんとねこちらのねじ式さん、はい、ご飯持ち込み OK ということで混ぜそばの味が濃いんで、はい、あっさりめのおむすびとかと食べて、はい、もうおかずとしてはい、こう成立しちゃう、はいはい、こういう食べ方をね、私おすすめしてるんですけど、これは分かりますよ、このね、はい、あっさりめのシンプルな、ね、はい、グリーズマンみたいなプレーするおにぎりと、このこってりで、なんかムバッペとグリーズマンで合うかなみたいな、はい、これなんですか。いや、これは納豆、まあ、完全に私の好み。キャラ強すぎないですかこれ納豆の味が強いですね。クアリスマとロナウドでツートップ食わせるみたいな、わかんない剣バランスいいみたいに思われるやつがうまくいかないみたいな、うん、昔のフランス代表のトレゼギアンディパターンあるんですよそんなの。それで言うと、うん、こう何が起こるかわかんないんで高級おにぎりとの愛情が合うかもわかんないみたいな。それが美味しいんだ。からし明太子ちょっと口に、うんうん、麺の濃さの後に一瞬だけ含まれて、またこの明太子の濃さがあるんで、リバプールのゲーゲンプレスみたいな、ボール失った瞬間すぐ取り返すみたいな、もう全然休む暇ないみたいな、攻めも守りも急いでるみたいな、ずっと来るな、口に。口へのプレスがすごいです、この2つは。あ、ほんと。待ってますね。オシムサッカーでいう水を運ぶ人です。フランスでいうカンテです。うん、トルキエでいうところのダバディ。ダバディ確かに。よかった。一つだけ切れた。トルシエジャパンでいう小田和之。はい、それではこちら味玉いただきたいと思います。はい、いかがでしょうか。こちらですよね。うん、おこの絶妙に、ね、味が染みてて、これはもうサッカーやってたら急に手で持って走り出してラグビーが生まれたみたいな、そんな感じだよねということはなんか、うん、革命が起きてるみたいなこれありなのみたいなことなんですかでもそれ面白くねみたいなあれっつってが味玉だった。多分普通に来ますわそれ嬉しいね。このイケアさんいるでしょ、インの心の。イケアさんも全く同じことを言って、また、うん、また来るわって紹介した甲斐があって。バルセロナがブック時代にやり始めたこのポゼッションサッカーというか、うん、世界中が一気に真似しだしたんですよ、うん、その感じですよ。ポジションが重要だ。ほうほう、まさにそうなんだ、うん、はい、というわけでこちら完食です。というわけでいただいてきましたけれども、食べましたね。いかがでしたか。いや、食いました。もうね、うん、最後もう店が勘弁してくださいって。いや、どういうこんなに食われるなんて言ってないし。確かにね、太麺でボリュームありましたけれども。いや、おにぎりも2個ずつ食べたじゃないですか、うん、全然食べられますね。あ、本当よかった、はあ、スター軍団なのにまとまってるフランス代表みたいな、うん、おー、ありがとうございます、はい、最後の最後までサッカー例えで、はい、いや本当に例えてました僕。いや、例えてたよ、はい、なんならもうサッカーのことしか言ってなかった。本当ですか。なんでもサッカー
カーで返してくれるから楽しかったよね。というわけで何でも、はい、今度なんかそのサッカーのイベントがあるとかないとか。そうなんですよ、2018年の7月29日にですね、うん、池尻大橋のオルブライトカフェというところに、うん、ちょっとゲストでお呼ばれしまして、うん、そのイベント、その、カフェさんがやるイベントでは、うん、毎回あのサッカーのこと喋るゲストで呼ばれるんですけど、うん、今回はワールドカップのことを振り返る、うん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 、ライブやってくれっていう風に言われまして、うんうんうん、でそこで僕がワールドカップみんな選手頑張ってたじゃないですか、うんうん、僕もただ喋るだけじゃなくて頑張りたいと思って、うんうんうん、サッカー漫才とサッカー漫談普段ネタとか全然やってなかったんですけど、これは頑張ろうと思って、ワールドカップをテーマにした漫才と漫談を作ってそこに臨むので、ぜひともこれで楽しいなって思ってくださった方にはこうサッカー詳しくなくても楽しめるような作りにしますんで、ぜひともお越しいただけたら嬉しいです。なるほどね、はい、はい、レオザフットボールしか知らない方、お笑いとして の、 こう、ね、はい、あのレオくんの違った一面が諦めない心、はい、見られるかもしれないっていうことでね、はい、はい、ぜひね楽しみにしていただけたらなと思います、はい、というわけで皆様もお近くにお立ち寄りの際はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか、はい、なおですね、毎度おなじみこちらからピホットカード出てまいります。そちらに関連動画やアンケートなど添付してございますので合わせてチェックして、いやだんだん近づいてるアハ体験とかいいんだよ何が変わってたか分かりましたかね皆さん、だんだん近づいてたんだよ、はい、いいんだよそんなのは、はい、という関連動画とか出てきますんで、はい、ぜひチェックしてみてください。以上こちら、はい、ねじ式さんよりお送りいたしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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